藤原の住友と田原の淘汰、末高草の前に現れる渡辺の綱。綱は生命を探すため五芒星軍に力を貸すこととなる。霧隠れ才蔵を探している前田刑事と越智康成の前に猿飛佐助が現れ、前田刑事越智康成対猿飛佐助の戦いが始まる。前田刑事が猿飛佐助を倒す。その後霧隠れ才蔵が現れ、真田重雄氏である佐助と共に行動すると刑事に言い残し、佐助と共に去っていく。魔界衆の前に現れる黒魔術軍のボンジャビと一条星。傷が癒えておらず満身創痍である馬頭は、このままでは黒魔術に落ちてしまう日野閻魔を救うため再び一条星と戦う。馬頭は一条星を何とか倒すが、そこに黒魔術軍の名古屋三三郎が現れ窮地に陥る。しかし鶴姫が現れ馬頭に加勢する。鶴姫が三三郎にとどめを刺そうとした時、一条星が馬頭を放り投げ、鶴姫は誤って馬頭を切ってしまう。滝夜叉は同盟の人質として夕顔を生命から預かっていたが、夕顔の代わりにお市の方を人質として預かることを提案し、お市の方はそれを承諾する。高山右近の前に現れる藤原の住友、田原の淘汰、末高房、そこに現れる渡辺の綱。綱は右近と取引をしており、黒魔術軍に力を貸すこととなる。黒魔術軍対五芒星軍魔界水軍の戦いとなるが、黒魔術軍は冥界から島左近とティムールを召喚する。冥界の力の前に敗北する連合軍であったが、霊力を使い果たした右近の前に鶴姫が現れ、黒魔術軍を一蹴する。ルイス・フロイスの前に現れる滝夜叉と阿部の生命たち。激しい戦いの末、生命と夕顔がフロイスを体験で刺し、奈落解放と唱えるのであった。